ジェン君は今日は生配信中にずっと甘えてたんですよ。パパの周りをぐるんぐるん回りながら膝に登っては撫でてもらい、そしてまたぐるっと回っては撫でてもらいを何回ぐらい7、8回繰り返しましたよ。その間ずっと放送に乗ってみました。かわいい、またまたみたいな感じだったよ。かわいいかわいい、ジェン君かわいい、ずいぶん甘えん坊に育ちましたね。そしてあなた、あなた不器用だけど甘えん坊になりましたね。なんか撫でてもらえそうになると喜んで向こうに走っていっちゃうっていう変な子。でも撫でてるとさ、いつまでもいつまでもいつまでも撫でられてるよね。本当ですか、うん、必ず結構ね、ジャン君より長いよ。ジャン君はもういいやってなると、うん、なんか移動してでもまたもう一回来たりするんだけど、うん、ポンちゃんは結構長いことずっと撫でられてるよね。はい、ポンちゃん。ねえ、パンパン。はい、ポンちゃん。ポンちゃんはそういう子なのね。そして楽しくなったり嬉しくなると走っちゃうのね。なんか走っていくだなってさっき思ったよ。楽しくなっちゃうのね、パンちゃん。かわいいね、パンちゃんもね。ジェン君とポンちゃんはいい子です。いい子です。